はい、こんばんは。はい、こんばんは。毎週火曜日6時からの、列深呼吸の時間がやってまいりました。はい。タイトルコールやってない、ね、だからね、今、なんね、ちょっとチーンってなったけど今。今日からなんかね、かっこいいこエコー入れるっていうくらい張り切ってたのに。はい。リッキー。次回の、列深呼吸。いいね。いいね、これ、ちゃんとエコー入ってたかな。ね、まあ、先週がね、この収録ってことで、はい、世界一周のね、はい、あきちゃんの、先々週の生放送から先週収録ってことでね、引き続き、お届けしたんですけど、はい、その後ね、まあ、皆さんももう連日ニュースでご存知のように、そうですね、先週の14日だったかな、うん、そうですね、から14日、熊本でね、震災が起きちゃって、うん、でずっとね、もう明日で1週間になるのかな。そうですよね、まだね、余震もずっと続いてて、もうね、多くの犠牲者も出てまして、また行方不明者もね、まだいらっしゃるということで、本当に被災された、ね、方々のご、まあ、本当にお見舞い申し上げますということと、なんとかね、早めに、日常生活がね、送れるように、はい、僕らのいろんなメンバーもね、はい、なんとかこう被災地に、物資を送ってあげたいとか、義援金をって動いてるんですけど、なかなかね、現地の交通事情が、そうですよね、大変なようで、よくラジオとかでも言ってますよね、物資がね全然届かない状況らしいんだよね、だから、まあ、気持ちは分かるんだけど、ちょっと今は待ってくださいっていうのがもう現状で、今ストップしてるんですよね、確か、ほぼ、ですから今できることは義援金の方で集めて、はい、でこれもね、また変な詐欺まがいのところがあったりとか、そうなんですよ、どこにね、なんか募金したくても、どこにやればいいのか分かんなくて、自分も、だからちゃんとしたところに、ちゃんと義援金預けてね、はい、ちゃんと被災地に届くという、信頼できるようなところがあれば、ぜひそこにね、お願いしたいなと思うんですけど、はい、そうなんですよ、とっても不安でね、もうなんていうかな、こうメディアでこう見えてる部分と見えてない部分っていうのがあって、で僕ら現地に知り合いがいて、はい、熊本に、いくつかのルートでね、はい、いるんですけど、うん、でまあ、情報をね聞いたりしてても、メディアで伝わってくるのとはまた若干違ってたりとかね、必要なものがこう本当に日々こう変わってきてたりとかしてるんで、その辺はね、随時、今何が必要かなっていうのね、多分東日本震災の時に、得た記憶もあると思うんで、そうですね、その辺をちょっと落ち着いてね、やりたいなと、まあ、緊急な支援は近場のね、やっぱり佐賀のメンバーとか僕らの知り合いね、メンバーとか宮崎の仲間とか、はい、そういった近くの人たちがこう緊急的な支援をやってるらしいんで、はい、だからその辺は、はい、後々まだこれが必要なんだとか、はい、そういったのを要望を出すんで、その時は協力お願いしますっていうことがあったんで、まあ、一番は本当に義援金をね、はい、集めてればその時必要なものを、もう即時そこで変えるっていう形になるんで、そのようにね、知っていきたいなと思ってますんで、本当にね、現地の方々、もうね、大変な日々を送ってますけど、もうね、頑張ってくださいとしか言いようがないですから、はい、私たちもね、できることはやってね、で、ね、番組の方はね、また、まあ、力元気をね、はい、与えるような形で、お送りしたいと思います。まず最初はですね、道路交通情報なんですけど、全線スムーズに流れてますね、はい、今めんどくさかったんでしょ。いや読むのはめんどくさかったんでしょ。これ見たら全部一緒だからさ、読むのかなと思った、現在スムーズに流れてるようです、はい、全部オールOKです、はいはいはい、それとね、もう一つだけね、ちょっとお伝えっていうか情報があって、はい、まあ、なんと、この列深呼吸に、はい、スポンサーがつきました。CM スポンサー。こんなすごいすごい。ちょっと感
るから。しかも 2曲ね、ま、マジですか。2社が、はい、あのもう決まりましたので、あのそのうちのね、あの、まあ、1社のところのちょっとあの、まあ、簡単、告知をお願いしますということで、うん、まあ、実質は来月から の、 あの、はい、CM なんですけど、はい、この FM ギノワンがあるビルの屋上でのこの B サイドと、はい、モンタナっていうね、あの普天間でバーを経営してる、うん、モンタナ聞いたことある、そこの、まあ、そこスポンサーなんですけど、でありがとうございます。まあ、ビアガーデンはまだこれからオープンなんですけど、うん、もうじき来月ぐらいかな、はい、オープンなんですが、あのもう一つの姉妹店の、はい、モンタナさんの、ちょっと情報ですね、告知、はい、まあ、なんか毎週末とかね、毎月いろいろモンタナさんでイベントをやってるらしくて、うん、で今週末、4月23日の土曜日、23日、はい、土曜日ですね、7時会場8時開演で、うん、赤橋さんのライブ、赤橋のライブがありますってことで、はい、70年代中心の懐かしいフォークソングですね、フォークソングの、ライブがあります、うん、でこれはあのチャージが1000円で、うん、飲食は別っていうことになってますね、うんうん、ですから、まあ、8時開演で、まあ、どのぐらいかな、1、2時間ぐらいやるのかな、うん、まあ、通常のチャージ代と、あとはもう普通にもう、ね、ビール飲みなり、うん、つまみ取ってね、うんうん、それプラスってことなんで、フォークライブを楽しんでください。いいですね。4月23日土曜日ですね、はい、うん、ありますんで、まあ、この、ラジオ聞きましたと言っていただければ、うん、何かあるかもよ、ね、オーナーさんも喜びますんで本当にいいの、そんなこと言って大丈夫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 ですよね。何かあるかもよ、言ったもん勝ちだからですよね、確かにということで、ね、中松さんも喜んでると思います。はい、ありがとうございます。で本当にね、今日はね、本当にまた素敵なゲストさん見えてますので、はい、楽しみですね、今日も。今日のもうこの1時間は、うん、もうオールね、第8回沖縄国際映画祭で、はい、もうたっぷりお届けしますんで、うん、楽しみですね、ね、うん、これからゲストさんをお呼びしたいと思いますんで、はい、今日のね、まあ、普段タイトルコール、ね、曲のタイトルコールって言わないんですけど、うん、まあ、今日は沖縄国際映画祭のテーマソングであります、うん、いいですね。笑顔のまんまからお願いします。お願いします。
どっから見てていかつい人がいるなと思ってたら、まさか一緒にラジオやるとは思わなかったです。へー、次ぜひ行きます。いやもうないない、ないんかい。ないんかい。遅いっすないね。そうだ、あの新バネットワークが買収したね。買収されたえ、嘘です。あ、もうそうなの。流れてるんですか、ね、あ、そうか、そうか。はい、どうもピッチキャッスルさんと、はい、宜野湾市観光振興協会の高安会長、はい、どうもまた 2回目の出演ですね。よろしくお願いします。いいね、今日にぎやかですね。いや初めてです。宜野湾で。あ、そうなんですか。はい、こう言ってなんかゲストとして出るっていうのが、あらら、まあ、今ね、本番前にピーチキャッスルさんのね、はいはい、名前でちょっとね、話題になってたんだけど、はい、まあ、今日 のゲストさんがピーチキャッスルって聞いてたんで、はいはい、いや、まさかね、桃ね、トーバルさんとなんとかしろでピーチキャッスルじゃねえだろうね。最近ね、他 の FM でなんかレッドスノーさんとかさ、あのマウンテンリバーさんとかってカッコつけて言ってるあの下げるんだけど、あんな感じじゃないだろうなと思ってたら、もうそのままでしたね。そうですね、まんまストレートでその感じに来ましたね。トーバルと前城で、はい、びっくりしました。はい、でもいきなりクレームから入るんですか。いやいや、本当に覚えやすいなと思って、ね、ありがとうございます。いや、沖縄吉本の一押しの多分ね。いや、そうなんです。ありがとうございます。本当にね。ありがとうございます。ラフピーで、はい、前城くんの結婚式の、はい、見たわけよ。そうですね。あ、見てくれました、はい。ありがとうございます。だから、トーバルくん、はい、お前最高だね。いや、何が結婚式？天然だよね。天然とかじゃないでしょ。あれは。あれ、普通の格好で来てさ、はい、な感動もなんもしてないような、なんか表情もなんもない、なんか、爬虫類みたいな顔してる、ね。そうでしたね。あ、でもそういうのはよく言われます、本当に。しかも、相方の結婚式に30分も遅刻するって、お前。あ正確には42分。いや、増やすな、そこは。え、前城さんの結婚式に、はい。まあ、ちょっと長くなるんですけど、話すれば、経緯がありまして、短めかい。もともと彼が、はい、結婚してたのを、はい、ずっと別に誰にも言ってなかったんですよ。同期の芸人にも、はい、本当に周りのスタッフにも、スタッフさん、社員にも。誰にも言ってなくて、うん、でこれ隠してたかと言ったらそうでもなくて、うん、なんか単純に、ここいつもちょっとやばいやつなんですけど、うん、なんか昔から、やばいやつってどういうこと？なんていうんですかね、昔からなんていうんですかね、ちょっと違うというか、感情があまりないというか、まあ、聞かれないから言わない。普通言うじゃないですか、相方とかに。言ってなくて、で、なんか、結婚して1年ぐらい経って、僕聞かされたんですよ。そうですね。ああ、そういえば俺子供いるよ、みたいな。いやそれ言うだろう、ね、え、相方には言うでしょ。で、言うじゃないですか。うん、で、そっから僕も、なんていうんですかね、1年ぐらい経って、まあ別に、まあ、まあまあまあ言う必要もないのかな。別に売れてもないですし、うん、まあ売れてたらまあ話は別ですけど、うん、まあ言わなくて、そっからまたさらに1年が過ぎたんですよ。うん、で、まあ、とうとうなんか、まあいろいろこの、吉本が沖縄とかにも劇場ができるようになって、いろいろ詳しく、なんか、まあこっちはしっかりと体制ができてきて、まあいろいろちょっと芸人の内情とかも知りたいみたいな、こう、面談みたいなのがあったんですよ。うん、で、その時に、ちょっとじゃあ、結婚してるかしてないかみたいなことを、じゃあ言うか言わないかって相方と話になって、じゃあ言っとくかって言ったら、もうなんか、なんでこんなこともっと早く言わないみたいな。なって、ラフピーじゃあ取り上げようってなって、取り上げてくれて、で、まあ、いろいろ、まあ、感動のシーンとか作ってくれて、うん、結果、僕は42分の遅刻ですよ。いや、もうダメだわ、本当に。いや、感動しましたね。あ、ラフピーでやってたんだね。そうですね、番組で。番組で取り上げてくれて。ね、で、はい、僕の結婚式を取り上げてくれて。いいね。いいですね。あ、じゃあ、番組から出たんだね。そうですね。式場の。はいはい。式場も出ましたもん。いいね。ラッキーですね。いいね。ラッキーちゃラッキーですけども。全く感動しなかったです。まあそれが伝わった。感動してないのが伝わった。ひしひしと。ありがとうございます。でも相方ってなんかそんな感じらしいね。まあ、そうですね、うん。もう幼稚園からずっと一緒なんで。あ、そうなんですか。そうなんですよ。もう幼馴染でずっとやってるんで。でもちなみに、まあ、僕は。
僕の結婚式があることさえも分からなかったんですよ。ええ分からなかったんですよ。どういうこと？いや僕かみさんと、席入れて結婚式挙げてなかったんですよ。あだけども、まあ、うちの親父とかおふくろとか、はい、で向こう の、 あのお母さんとか、はい、兄弟とかがやっぱり結婚式を挙げた方がいいだろうというふうに言って、いや僕はいいと、もう子供もできたしいいよいいよっつって言ったら、はい、どうせ僕が、断るっていう、いわあのね、そういった思ってたんで、はい、勝手に式場予約して、うん、すごい。で多分ね1ヶ月前ぐらいかそのぐらいの時に招待状もの束をうちの親父から渡されたわけ、はい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 、結婚式があるからこれを配ってこいって誰のって開けたら俺の名前かなって、すごい。そんなことってあります？あったね、あったね。え、ちょっと待って、親戚ぐるみで嘘つかれてたってことですか？嘘というかもうもう黙ってたんだよね。うわ、でそれから俺1ヶ月ぐらいで、だから友達に実は結婚式があるからなんでもっと早く言わんって、いや俺も今言われたって、うん、すごいですね、まあ、1ヶ月前はちょっとね、いやすごいすごいすごい、僕の話はいいんだけども、今日はそうです、なんか何なんの国際映画祭のそうそうそう、ですよね、いやいやもうね話が盛り上がってたからさ、多分これこういう話だけで終わりますね、そう危ないです危ないですよ、なんかいやね今日はね、はい、まあ、オープニングでも言いましたように、はい、第8回、はい、第8回のね、はい、沖縄国際映画祭が、はい、21から24日まで、はいはいはい、もう今日が19日ですからもう明後日ですよね、明後日ですね、もう迫ってるってことで、あ、まあ、前回登場した時は琉球海援祭のね、はい、あれで、うん、告知できたんですけど、はいはいはい、今日はもうがっつり国際映画祭の現代、はいはいはい、お二方からもね、いろいろ、うん、そう、で、まあ、東原さん、宜野湾応援芸人です、全力応援芸人、はいはい、いろいろ高橋さんにお世話になりますね、いやもう、すごいですよ、淡々と淡々と、ね、もうひょうひょうとひょうひょうと爬虫類のように、そう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 、それっていいことなのか何なのかよくわからないですけど、ちょっとリキさん調子乗ってきてるな、褒め言葉だよあ、そうですか、そうそうそう、ひょうひょうと淡々って淡々と爬虫類のように、いやもう本当にね、もう嬉しいですよ本当にね、うん、こんなにも僕のことを、うん、本当に爬虫類と褒めていただいて、いやいやいや本当いやでもネタも面白いよね、いや僕はあ、まあ、何回か見てるんですよ、ありがとうございます、実は何回か見てて、いやで特に、ね、全力応援芸人になってくれたもんだから、はいはい、片方だけはね別に応援するわけじゃないし、一人でピンだったら僕そこだけだけど、まあまあまあそうですね、ピッチキャッスル、ありがとうございます、やっぱ面白いですよ、はい、ぜひ、まあ、自己紹介ね、うん、ちょっと芸を、あ、芸を、はい、はいはいはい、芸を、急にですね、いや、まあ、無茶ぶりですね、ね、はい、生放送でもあるけど、はい、ツイキャスとかね、はいはい、後でまたユーストでみんなチェックしたりするんで、はいはい、はいはい、ね、皆さんにお届け、あ、いいです、はいはい、ね、もう結構面白いってことなんでね、ちょっと待ってください、すごく一辺となんか地獄のようになってきて、大丈夫ですか、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫、ぐるみでピーチが戻ってきて、いやいやいや。で結構面白いっていうことで、いや面白いです。いや、腹抱えますよ。マジで、マジで。はい。はい。もう腹抱える準備してください。はい。どうもビーチキャッスルです。まあ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 よろしくお願いします。ゲストに呼んでいただいてね。僕がですね、ビーチキャッスルのトーバルと言いまして、はいはいはい、まあ色が白いんでね、はい、よくあの県外の方にね、まあ、ナイチャーって言うんですかね、方言間違えるんですけども、コンビで生粋のうちなんちでございまして、はい、よろしくお願いします。はい、トーバルと言いますんでね、皆さんよろしくお願いしますね。そして彼がですね、はいはい、まあ、僕の相方でもあり、そして幼なじみでもあるんですよね、はい、タイのお姉ですね。いやいや違うわ、タイのお姉じゃないよ、お願いします、はい、ありがとうございます、トゥクトゥク毎日乗ってますから、トゥクトゥクは3年前から乗ってませんから本当に、ね、はい、20万キロ走ってるワゴンある乗ってます、はい、よろしくお願いします、まあ、という感じですかね、はい、面白い、はい、いや面白いよ、ね、もうちょっと聞きたかったな、まあ、続きはあの吉本大きな花月ですよ、祭りやっちゃいますか、いやもうタイのお姉で、いや見た目タイのお姉で、これちょっとねハマってましたね、いや俺タイにね実際行ってきてるからちょっと待ってください、いや行ったもんこんなの、わかるわかる、いました、いるいる、こういった黒髪で色が黒い、あ、タイのお姉として会話できますからね、タイのお姉、もう本当にタイのお姉として話しかけてもらえればもうタイのお姉で話せます、ね、実際タイに行ったことあるの？ないです、ないです、はい、ないです、幼稚園の頃からずっと言われてるんでね、はい、あ、そう、はい、
はい、もう色が黒くてなんか、うん、もうアジアというかまあまあタイ人っぽいなとずっと言われてるんで、うん、はい、もう次ね機会があったらぜひタイに連れてってください。なんでなんでだ。おい、なんだお前こんなに、いやいや、お前こんなってせっかく呼んでくれたのにやる気ないじゃないか。いや、やる気あるでしょ。ないだろお前全然。やる気あるよお前。全然ないな。どこがやる気ないよ。は？は？お前 MG だな。MG？ ああ何の略か。無気力ゴリラ。死なすよ。ゴリラに無気力ってあるかよ。あるだろ。野生のゴリラ見てみよ。ほぼ笹の葉しか食ってないから無気力なやつ。つくな、お前。お前こんな、お前口元にお前砂鉄に突っ込んだのか。誰が口磁石じゃ、お前。ヒゲじゃ、これは。ちょっと待ってください。何の時間ですよ、これ。いやいや。ああ、まだ終わってなかったわけ。ねえ。ありがたい。勝手に全然喋ってるだけ。喋ってるだけですよ。ってくるからね。いや、映画祭。映画祭の告知だよ。そうです、告知ですよ。ごめんなさい。なんかやっちゃいました。はい、本当に。ああ、いいですね。ありがたい。悪い癖です、二人で盛り上がるという。いやまずね、どっから告知しましょうかね。まず場所ですね。はい、そうですね。毎回ちょっと場所が変わってるんで。はいはいはい。そういったアクセスとかですね。はい、今回は、海空公園。はい。波の上ビーチの近くの海空公園が大型スクリーンが結構あるステージになってるんですけれども、うん、そことあとは宜野湾もなんか海開きとあと、うん、はい、なんか運動会っていうのをコラボしてやるのと、はい、あとは茶壇町ですかね、うん、茶壇町でなんかコスプレイベントをなんかやるらしいんですけれども、海空公園が3カ所ですかね、であと国際通り天物前の4カ所で結構なんかいろいろなイベントをやるっていうのが、まあ、県内に。そう、宜野湾もね、いっぱいありますから、はい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 、海開きと一緒にやりますね。そうなんですよ。でもなんか、うん、海空公園が、うん、結構Google とかで調べると、うん、海空公園スペース沖縄って出ると波の上ビーチの方に出てしまうんですよ、うん、神宮の方に、はいはい、でもそこじゃないんですよ、会場は、うん、そこじゃない。もうちょっと少し奥の方に行ったところなんで、うん、ちょっと一回映画祭が始まる前にちょっと下見で見に行かないとすぐたどり着けないと思います。下見で行くの？はい、行った方がいいと思います。で、Google で検索したら全然違うところに行きます。うん、そうなんだ。実際僕そうだったんで、クリーンアップ運動で、海空公園検索したバイクで行ったんですけど、うん、全然違うところに行ったんで、神宮側に。うん、いや、それはお前が単純にお前できないだけじゃない。いやいや、みんなできるでしょ。いや、だから沖縄県民で行ったことない人もいるでしょ。いや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 、大体の人はさ、こんなGoogle とかの話やったらたどり着けるよ。お前が頭悪いだけで。いや、頭悪いとかじゃあ Google がだってそこはちゃんと検索したら波の上ビーチ、神宮。何もできない。お前勉強できないんだからお前は。なんでお前さっきからそんな勉強できないとか言うわ、お前。だってお前、三里工業やし。殺怒られるよ、三里。三里工業の文句は言うな。三里工業線何も勉強できない。できるわお前。アーク溶接とガス溶接やったら天下一品だよお前。アーク溶接とガス溶接とユンボーの免許しか持ってないわ。いいやし、お前、俺らが高校の時よりかは今なんか進学高校を目指してるか分からんけど、制服全部変わって今ブレザーみたいになってんだよ今。そつくな。ほんと優等生ばっかりが行く学校になってたっち。お前廊下に白おじさん寝てただろ。いやお前、ちょっとお前、リアル。俺廊下に白おじさんって何お前。三里工業廊下に白おじさんが寝てるって聞いたことある。正直ていうか、あれ技術の先生だから技術先生知らんおっさんじゃなくて、あれは技術の先生だから知らんおっさんではない。さすがに止められる。ちょいちょいネタ入ってくるからこれ告知進むかな。いや違います。もう本当にスイッチ入れたんですよ。もう本当にネタをって言ったんですよ。まあ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 ごめんなさい、ごめんなさい、すいません、邪魔してしまいあれでも表現すると本当になんて言えばいいのかな、あの場所は。エスパーナ、そうですね、チューブ方面から行くと、高架橋を渡って、エスパーナを右に見ながら、ロワジルホテル方向に向かっていくと、最初の信号を右にでね、右に行って、もう海側にずっと行くと、西側にずっと行ったら、そこに海空公園がある。だからエスパーナの裏側っていうか、そうですね、右手に、高架橋を渡ってると左手に、波の上ビーチが見えるんですけど、右手にエスパーナのホテル、ね、はい、まあ、全然CM とかね、こんなの関係ないけど、エスパーナってね、ガンガン言ってるけど、いいよね。大丈夫だと思います。大丈夫、これはしょうがない、ね。でそれを越えたら最初の信号を右 右に、はい、行くと海空公園になりますので、はい、ただね、駐車場がないんで、そうなんですよね、ネットを見ていただいて、うん、無料バスの、ね、シャトルバスが出てますんで、それで、2つのルートがあるんでね、確かね、これは那覇ルートと豊崎ルート。なるほど、うん、那覇ルートが、はいはい、小諸町駅と牧志駅と、海空公園をずっと
行ったり来たりするという形で、で豊崎ルートが、豊崎、臨時駐車場と、はいはい、波の上の海空公園、これも行ったり来たりするっていうね、その豊崎ルート那覇ルートの、無料シャトルバス、これがあるんで、なるほど、ぜひあのネットを見ていただいてね、はい、来ていただきたいなと思うんですけど、はいはい、それ以外に、まあ近隣の駐車場で歩いてきていただいて、結構歩き遠いと思うんですけど、はいはい、いや、ね、まあそうですね、確かにうちなんちは全然歩かないっていう、歩かないしね、まあ、あるんですけれども、島全部で大きな際のパンフレットがありますから、はいはい、うん、だから宜野湾がいいんですよ。そうですね、宜野湾がいいですよ絶対、はい、ちょっと宜野湾の告知だけいいですか、はい、はい、いいですよ、しましょうしましょう、はい、まあ、21日22、23、24と、はい、4日間、あります、第8回の沖縄国際映画祭やるんですけども、はい、宜野湾市だけ、あ、宜野湾市でもやります、これはですね、はい、ちょっと読みますね。平成28年の4月の23日土曜日です、はい、島全部で大きな祭、第8回沖縄国際映画祭、夏だ海だビーチ開き、テレビで大活躍している芸人がやってくる宜野湾トロピカルビーチ開きが開催されます。これですね、結構いいんですよ、皆さん聞いてくださいね、はい、まず10時30分、運動音痴も筋肉もみんなで、宜野湾初泳ぎ、フルーツポンチの村上さんと、中山筋肉さん、と一緒に子どもたちが泳いでいただきます。で11時10分から、1時間、島全部で大きな祭プレゼンツ、さんちゃんもやってくる。さんちゃんっていうの知ってますかね、さん中さんっていう、めちゃイケ新メンバーの、そうそう、めちゃイケで、はい、投票 D ボタンっていうので投票して、そうですね、そうですよ、でそこで、残念な結果になったんですけども、うん、彼を応援して、あげようという企画で、はい、お笑いステージパート1、これがですね、うん、MC に大の字さん、はい、中山きんに君さん、レーザーラモンさん、はい、2700さん、フルーツポンチさん、はい、チョコレートプラネットさん、はい、D ボタン、はい、あと大学生がパフォーマンスしますね。素晴らしい、はい、それが終わりますと今度13時から1時間ですね、うん、島全部で大きな祭プレゼンツ、芸人サイン入りプレゼント争奪、海開きウルトラクイズ、うん、これが MC にトータルテンボスさん、うん、でキングコング梶原さん、しずるさん、桂三四郎さん、チョコレートプラネット、はい、D ボタンで、トゥントゥルモーカーズというパフォーマンス、はい、そうですね、はい、やります。でそれからですね、まあ、海なんで、14時から、吉本芸人と学ぶ緊急蘇生法講習、これがですね、宜野湾消防隊員とですね、うん、しずるさん、 D ボタンさんで会場のお客様と一緒に、緊急蘇生法を講習してもらいます。でそれからまだまだあるんです、15時から1時間16時まで島全部で大きな祭プレゼント、さんちゃんもやってくる、舞台に上がるのは君だ、宜野湾大きなコーナーライブ、MC にトータルテンボスさん、キングコング梶原さん、うん、フルーツポンチさん、桂三四郎さんに D ボタンに会場のお客様で、それで最後にですね、17時から1時間ですね、島全部で大きな祭プレゼンツ、さんちゃんもやってくる宜野湾海開きお笑いステージパート2としまして、ペナルティさん、トータルテンボスさん、江原正宏さん、ジャルジャルさん、桂三四郎さん、デニス、 D ボタンで大学生のパフォーマンスと、めちゃめちゃ来るじゃないですか。そうなんですよ、すごいでしょ、これネットに載ってるの、これ内容、これ多分載せました。はい、何ですか多分って、はいはい、そこはまあそうですね、うん、まああ、そうなの。でもすごい耳寄りな情報っていう、でしょ、でしょ、はい、これすごいんですよね、知っといた方がいい情報ですね、はい、しかももう海開きと重なって、はいはい、海でも遊べるってことです。そうなんですね、最高ですね、はい、本当にもう、だからそこに、うん、ね、ピーチカスの2人も来てくれたらいいなと思って、いやいや来たらいいよ、来てよ、来てよ、バーベキューやってるんで、みんなバーベキューやってるから、バーベキュー食いながら、どう、いやいや、ね、いいっすよ、じゃあ、泉さんにお願いして、泉さんに、いや、ちょっと待って、俺たちが、僕たちから急に吉本の社員には、もう、できないですよ、もう一回行ってって言って、殺す命されますから、なるほど、怖いよね、もう怖いです、いや、本当に。冗談でーす。誰が聞いてるか分からんから、冗談でーす。で、
翌日、24日、日曜日には、その隣の宜野湾市立体育館におきまして、吉本と宜野湾市で行います、メンソーレフレイ大運動会。が開催されますね。これは、吉本のスポーツ選手、お笑い芸人が、宜野湾市立体育館に集合し運動会に参加します。子供たちと一緒に、綱引きやリレーなど運動会の人気競技をみんなで体験して楽しみますという、企画があります。これはですね、宜野湾市、県内の方々、子供たちですね、300名も集めました。もうすごいですよ。これまたペナルティーのヒデさんも、石井さん、元メジャーリーガーの石井さんも、そうそうたるメンバ ーと一緒にですね、大運動会をやってます。これは、すごいな。競技をするのは子どもたちですけども、もう観覧ももちろん無料です。23日も無料なんでね、ぜひ、那覇には行かずに議論で、そうですね、那覇には行かずに宜野湾でね。宜野湾から伊北の方々は那覇までは行かないで、渋滞しますんで。そうですね、那覇から伊北の方が那覇に行かないと渋滞しませんので、無理やり、那覇に行くのは浦添から南部の人だけにしてください。渋滞が終わることも考えてる。そうなんですよ。だから、僕は以上ですね。もう以上です。今のことしました。終わり。もう終わり、終わり。全部言いました。まあね、さすが宜野湾市観光振興協会会長。そうなんですよ。もう宜野湾市オンリーだね。前も言ったんですけど、宜野湾市から出ると息苦しくなるんですよ。いや、本当に。なんでそんな発作的なものが起きるんですか。簡単にもいけないんだよね。すぐ特集が言ってください。そこでちょっと、このリスナーにプレゼントしたいのがあるんですよ。おお、あれ、イエーイ、プレゼント。実は枠を開けてまして、21日のレッドカーペット、あさっての、あさって21日のレッドカーペット、この番組のリスナーさんに、ペアで2人に、レッドカーペット歩ける券。条件は宜野湾応援団に入りますという宣言をしていただく。あ、なるほどなるほど。じゃあ年会費2000円払って。いや、いいです、今回は。今回はいないのらしい。今回は、アゲナさんの方から出していただきますので。なるほどね。なんでよ。いや、出してください。急にポケットマネーが動いてますよ。はい。それ出してもらいますから、2人。2人。じゃあ、カップルでね、ペアで。はい。おお、いいですか。なんでしたら、もう綺麗どころがいいですよね。おお、そうなんだ。いや、でもレッドカーペットってね、なかなか歩けるものではないですから。ね、貴重ですよね。はい、貴重ですよ。21日はじゃあ海空公園のレッドカーペットってことですね。そうです、そうです。はい、はい。ですから、この番組、応募の方法はお任せしますけども、4月21日、これはですね、3時集合。そう、3時集合なんですよ。海空公園の、集合場所がありますので、3時集合です。で、これ5時半、え、4時半。4時半から。4時半からスタートなんで、それに、間に合う方、で、それからずっとセレモニーが続きますので、その日、レッドカーペット歩いたから会社戻りますっていう人はダメです。じゃあ、ラストの、オープニングのパーティーまで。パーティーもあります。わ、すごい、すごい、マジですか。ね。これパーティー会場行っていいのかな。いいですよ。乗ってたかな。はい、いいです。クラウンホテルのハーバービーホテルで19時からのパーティーまでご招待ってことで。はい、そうです。素晴らしい。素晴らしい。あざす。なんで、なんでおめでとう。なんか行く気になってるんだけど、ダメかな。自然にそうですね。はい、自然に。もうもらう気満々の返事もね。あざすって。後で。まあ最悪3人であれば前城の枠も開けるっていうパターンもありますから。前城が見てて。なんで俺のレッドカーペットの件がなかったんですか。最悪って。いや、どういうパターン。最悪。いやいや、ない。じゃあこのペア券をツイキャスとメールにて応募しますので。はい。もうあさってのことですから ね、すぐこの番組中か今日中にね、はい、そうですね、早めにね応募していただいて、ペアの方で、ぜひお名前、もちろんね、本名と連絡先ね、書いていただければ。女性がいいですね。女性2人でも。いいですね。ペアですから別にカップルじゃなくて、男同士のカップルでもいいんですけどね。いいんですけれども、多分時代が時代だから、多分女性がいいでしょう。優先されるでしょう。ということで応募してください。
いやー楽しみだね。そうですよね。すごいな。やっぱり今日来てくれたんで、今日急に来てもらったんですよ。電話して。あ、そうなんですね。そうですね。はい、そうなんですよ。本当についさっきまでお化け屋敷やってましたから。おもろお化け屋敷、はいはい、にいたんですけど、はい、あの実はあの玉子、宮川玉子、はいはいはい、あいつ携帯電話なくして電話取れないんですよ。だから どこかにあるんですよ。なるんですけど、うわ、この時期に玉子さん携帯なくしたらやばくないですか。やばい、こんな大事な時期にで吉本さん電話して荒垣君つないでもらって、はい、玉子はっつったら、いや実はこういうことで、はいはい、で僕らも困ってますみたいな感じで、はい、で、じゃあ玉子とは話をできないんで、はいはい、じゃあ技能応援芸人よろしくお願いします、ね、あ、ぜひ、なんとか頑張りますって、はいはい、で一旦は断られたんですよ。いや実はあの向こうに入ってるんでということで、だけど、まあ、来てくれてね、本当に嬉しいです。なんで、はい、2人にもプレゼントしようかな。あら、ありがとうございます。2人は北谷町出身ということで、はいはい、野球はどちらのファン。僕はもちろんもうベイスターズ。前城くんは。そうですね。嘘つけよおい、まあ、嘘つくな、中日だろお前。あ、じゃあ、オッケー、分かった。いや嘘をつくな、まあ、どこにも逃げられんって俺やったー、イエーイ、すごい、横浜のレプリカ、あーやったー、ありがとうございます。どこファンだっけ。え、僕ですか、うん、あ、まあまあまあベイスターズ、はい、はい、本当かおいこれ、 ありがとうございます。ドラゴンズのファンだ、これチャタンで着れるのかな。すごいな、これはチャタンで着てくれよ。あー、もう大丈夫、もう僕はチャタンは捨てました。やめよお前そんな簡単にふるさとを捨てやがった今。素晴らしい。わあ、ありがとうございます。あ、レプリカ、T シャツ。すごい。ね、ちょっと今着てる。あげなさんにはあげたかったんだけど、これちょっとサイズがないんでね。サイズがないね。なんかちょっと L。うわあ、あ、いいねこれ。あ、いいですね。かわいい。あ、なんかぴったりじゃないですか、映画祭とかにも。あ、いいじゃないですか。お。あ、いいですね。すごい。どうでしょうか。ブルーがすごく爽やかな。うん、でトーバルさんはあれでしょ、ギノワン担当なんでしょ、うん、そうですそうです。お、じゃあね、これ来て、うん、ぜひ、じゃあベスターズのツアーにも行こうか、5月の13日から行きます。行きます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 。いや違う違うって俺ギノワン全力応援芸人の俺の話だから、なんかグイグイ入ってくんな、グイグイ。圧は強めの方がいい、酒はぬるめの缶がいい。黙れお前、ヤシの遠いよ、ちょっと遠いかかってないよ、ちょっとちょっと遠いよ。いや、ありがとうございます。いやいやいや、はい、いい感じ、いいね、これね、いいじゃないですか。あとはね、どん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 この二人応援してもらいたいですね、はい、いや、本当にありがとうございます。さっきもちょっとね、外で話をしてたんですけど、うん、やっぱりもっとお、まあ、本物なんで、うん、やっぱりもっとみんなに見てもらいたいですね。そうですね、で見て判断してもらいたい、面白いか面白くないか、うん、これはもう、ね、うん、お客さんの判断 で、うん、面白ければまた見に来てくださ い、うん、ありがとうございます。この国際映画祭の中では、はい、どこのステージ、何時頃立つの。まあ、一応、初日はレッドカーペット、レッドカーペットのやつと、あと、まあ、これ大丈夫なんですか、これ、まあ、媒体が違うんですけど、あの、まあ、テレビ の、うん、収録というか、生放送になるのかまだ分かんないですけど、はい、それのこうネタバトルみたいなのを見出させてもらって、はい、はい、で、あとは、この海空公園のメインの会場でまたネタステージと、はい、ネタみたいな。これは初日、初日とか多分、まあ、この4日間の、いや初日はもうそうですね、もうよ、まだちょっとがっつり出てないですよ、出てないですよ、スケジュールが。まあ終日抑えられてはいるんですよ。おすごいね、やっぱり。でもどこどこ行ってきてっていうのは、多分僕の予想、当日の3時間前か前日に来るのではないかってもう思ってるんで。すごいね、やっぱりね、麻痺してますもん、はい。いやもう毎回ね、スタッフももう大変だもんね。そうですね、バタバタしてね、はいはいはい、うん、やってますもん。いやもう本当にもう、とにかくだからせっかくなんでね、宜野湾の会場にもね、うん、遊びに行きたいんですけど。いやもうぜひ来てよ、本当来て、はい、もうだって、土曜日も日曜日も沖縄の芸人さん一人もね、キャスティングされてないんで、ちょっと寂しいな、寂しい、寂しい、寂しい、うん、これはな、泉さんに言っといて、俺が言っとくよ。あ、え、マジっすか。あの、言っとく、あの、トーブル君がそう言ってたよ。いや、ちょっとやめて殺される殺される、急に売り出した。本当に冗談通じゃない。いや、わからんです、嘘でーす。じゃあ、本当にやばいやばいです。何か隙間があったら、ぜひね、あの、遊びに行きたいと思いますんで。そう、僕たちからは言えないんでね、なかなか、本当にもう
若手なんでね、我々は、はい、せっかく海開きだから、なんかマリンスポーツとかな、なんかいや、だ俺実際さ、うん、俺だってスケジュールにさ、俺海開きのやつ組まれてると思ってたもん、うん、あー、はい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 、うん、俺も思ってた、全力応援芸人、うん、そうですよね、うん、思いますもんね、だって俺実際東京の方で本社で記者会見もしたんですけど、うん、映画祭のやつ、うん、で、技能はこう海とマリンと、うん、お笑いをかけたみたいな、海開きも一緒にやってね、まあ豪華なみたいなことを記者会見で喋ったんですよ、うん、ここまでいったら俺は出るだろうと敵を持ってたら、スケジュールにまだ組まれてないんであらどうなるのかなと思って、できっちりチャタンのことを宣伝した前週は、うん、チャタンのやつに組まれてるんですよ、組まれてるかどうか分かんない、コスプレのやつは、いや入ってない入ってない、あ、チャタンコスプレ、コスプレなんですけど、コスプレ聖地だからね、はい、なんだっけ、ハロウィンのね、トメさんだっけ、コスプレイヤーいるじゃないか、52、3歳の時ね、そう、はいはい、今1メーター80ぐらいでね、で、あの人にも最近会って、はい、君は映画祭コスプレで来るのって言われたんですよすいません、まだ全然スケジュールわからないんで僕もどうしていいかわからないですって言ったんですけど、俺あの格好で一緒に食事行きましょうって言われたな、ちゃんとお断りしましたけど、ね、ガッチガチのボンテージのいらっしゃるんですよね、コスプレがレースクイーンのボンテージの53歳ボンで、53歳のおっさんなんですよ、はい、いや面白いですよ、あ、お会いしたくないですね、いや面白いですよ、今多分聞いてますよ、はい、一度お会いしてからですね、はい、だからそうですね、ギノワンとかチャタンとかも遊びに行きたいんで、ぜひなんか時間があればもう我々も参加、うんうん、ぜひぜひ来てお願いしますよ、はい、本当にもう仕事ください、お願いします、23日のギノワンは何時から何時まででしたっけ、何時に行けばいい、祈願祭とかいろいろその他も一応、大関社長も呼んでるんですけど、で大関社長とまた、ビッグなゲストっていうか、うん、まあ、大臣も来るんですよ実は、大臣も来たりするんで、まあ、それが終わってから、まあ、ステージが始まるんですけど、まずは、先ほど言いましたけども10時30分から初泳ぎですね、これがフルポンの丸上さんと筋肉が一緒になって、そこからスタートです、うん、で11時半から、はいはいはい、で11時からもうネタのオンパレードですね、うんうんうん、じゃあお昼前ぐらいにはもう来てもう楽しめるってことですかね、そうですね、はいはい、いいですね、まあ、これ以外にもゲームとかね、宝探しゲームとか、うん、芸人さんと一緒に宝探しゲームとか、うんうん、クイズ大会とかいろいろあるんで、うんうん、もう本当に目白押しですよ、羽衣レディも、新しい羽衣レディもここでお披露目って、そうですね、はい、ですよね、はい、ですよね、前回言ってましたよね、そうです、はい、うん、ここの社員のね、はい、中地さんっていう、あ、はい、まあ、あの方は旧型なんですよ、はい、出ました、旧型、旧型人を新型旧型で判断して大丈夫ですか、人は旧型旧型旧型で、はい、そろそろやめてもらおうというふうにで、新しいの方を3名、ね、また素敵な方々を選んでくださってですね、なるほど、はい、で、まあ、この旧型3人と、はい、新型3人、旧型って呼ぶのやめましょう、旧式と同じです、一緒、いや旧型はこの中地さんだけなんですよ、ダメだもん、この2人は結構綺麗なんですよ、まあ、ハイミも綺麗なんだけど、はい、名前出すんですか、中地早見独身ですよ、はい、30いくつだっけな、はい、もういいです、個人情報ダダモデルです、はい、で、まあ、ここで新旧の羽衣レディが、うん、ご対面というか、はいはいはい、そういった形もありますんでね、あ、はい、そこも楽しみ、はい、楽しみですね、うん、盛りだくさんですね、やばいですね、美人さんがいるだけで盛り上がりますからね、そこでこんなに盛り上がってるのに、市長はですね、うちのさっきも厚市長っていう、はいはい、いますね、はい、珍しい人がいるんですけど、はいはい、あの人は、はい、その海開きのセレモニーが終わったらすぐ成田に行ってで渡米するんですよ、あ、はい、はいはいはい、24日もイベント控えてるのに、はいはい、あ、まあまあ大事な公務じゃないですか、これもね、宜野湾市とこのステージどっちが大切かっていう話ですよ、これは宜野湾を、うん、やっぱり下手すりゃ割れますよ、ね、割れん割れんそれは、うん、もう市長だから長と市長で割れるから市長だから公務のために技能のために渡米すると、そうそうそう、うん、これ市長もやっぱり大事な公務ですからね、そうですよね、うん、いや、まあいいんですけどね、やっぱりロサンゼルスのポールダンスが待ってます、ね、市長ちょっとね、ほら最後までいてくれって、ね、23、24最後までいてくれと、うん、本当はね、
宜野湾市とお笑いどっちが大切なんだっていう。これ居酒屋ですか。まあ似たようなもんですよ、うん、似てませんよ。なんでしかラジオです。ラジオなんで我々が回してるすごいみんなの出方を伺いながらのラジオ。ダメでしょ、ダメ。映画祭の話ですよ、映画祭の話。そうそう、自由に自由に。公務がどうの話になるんですから、まあ、そうそう、まあ、でもね、この、21日から始まるんですけれども、うん、もうなんか天気とかもすごく良さそうじゃないですか。そうでもないですかね。いや、いいですね、いいですね、うん、多分、はい、多分那覇は降りますよ。はい、宜野湾晴れます出たよ。じゃあもう宜野湾に来るしかないですもんね。そう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 ですよ。海空行く方は思いっきり FM 宜野湾だね。レインコートとか傘を、レインコートとか傘をもみしていってます。タオルとかも、はい、宜野湾は大丈夫です。大丈夫ですか。半袖短パンで OK です。ああ、はい、ナイスですね。すごい、はい、もう宜野湾の市がすごい。海パンだけで OK です。いや、今からこんだけゴリ押ししても、うん、会場移動にならんから遅い方よ確かに。もう明後日だっちゅうだったら半年前1年前ぐらいから言わんと。いや、ずっと言ってんだよ。言ってるっすね。いまだに言ってるというね。なるほどね。ああ、そうですね。いや、でも那覇の人には悪いけど、はい、来年第9回は絶対宜野湾でまたやるからね。絶対やるからね。素晴らしい。いや、これはね、沖縄のため、うんうん、那覇で終わっちゃダメ。うん、確かに。そうそうそう、宜野湾まで来てもらって、はいはい、で宜野湾がじゃあどうしようかって茶谷町で買い物したりね、ここまで来たんだったらじゃあ、チュラム行こうかとか、うんね、チュラムまで来たんだったらね、またやんばるずっと、そういう風になるんだよ、はいはい、那覇で全部完結したらダメ。あ、いいこと言いました、うん、なるほどね、はい、確かに。いいじゃないですか。俺怒られるな、那覇。いや、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。わあ、ということで、あっという間にね、はい、時間来てるんですけど、はい、まあ、一旦 CM 入って、はい、まとめましょうね、はい、全然 ね、 ね、なんか聞いてる人はちゃんと分かってるかなっていうのが心配なんで、すごいことになってますね、はい、ね、もう一回 CM ちょっとやりましょう、はいはい、まとまってちゃうんちゃう、うん、いや、もうギロワンギロワン23日はご了承だけどまとまってます、大丈夫です。あ、大丈夫、うん、みんな分かってますえ、でも本当に超豪華ですよね、宜野湾。豪華ですよ、うん、すごい。いや、この23日の情報俺知らんかったな、あんまり、うん、海開きっていうあれが聞いてたけど、紹介したらもう一回、これはネットにもう一応載ってるんですか。いや、そんな細かくは載ってないよ、載ってないかな、うん、載ってない、載ってない、はい、うん、ネットで俺見てたけど、多分結構上の人たちのこの情報がこう今行き交ってるんじゃないですかね、うん、で、その下にまだ僕たちにも降りてきてない。すごいよね、スケジュール決まってないっていうのが。そうですね、うん、ほとんどそうなんだ、じゃあみんなだと思います。じゃあもう、あ、これしようか、あ、しようかってもういろいろ、はいはい、すごいな。ということでね、はい、もうエンディングの時間にやってきましたけど、ね、はい、本当ですね、今日も。今日は第8回沖縄国際映画祭の告知ってことで、はい、宜野湾市観光振興協会の高安会長と、はい、ピーチキャッスルさん、はい、ね、お招きして、うん、お届けしましたけど、はいはい、あさっての21日から24日までの、うん、ね、海空公園での21日のレッドカーペットから始まり、はい、24日の、国際通りのレッドカーペットまで、はい、で23日は宜野湾市のね、高安会長がゴリ押しゴリ押ししてた海開きとともに、はい、羽衣レディの交代式、新旧交代式のね、はいはい、もう見られるし、うん、いろんな多彩な芸能人が芸人がね、うん、来ますね、来て、23日も盛り上がるということで、うん、トルカルビーチ、はい、ね、ということで、あと22日の方は22、23は、あ、まあ、23は宜野湾だけど、うん、22日は21、2ですね。22日、あ、2日、うん、海空公園、あ、そうか、あ、じゃあ通常のもうメイン会場として海空公園の、うんうん、そうです、あれが、まあ、22日もずっと朝からイベントが、はいはい、ラウピータウンとかやったりいろいろあるんですよ、うん、まあ、でも23日は那覇は雨が降るんで宜野湾にってことですよね。そうですね、まとまりましたね。24日は宜野湾も雨が降るかもしれないけど体育館なんで OK ってことですね、はい、ああ、いいですね、さすが FM 宜野湾だね、はい、ね、本当にもう映画祭中はみんな宜野湾に行きましょう。それで回るです、はい、そうなんです
まあ、僕一昨日かな、あの海空公園ちょっと下見行ってきたんですけど、かなりやっぱり風が強くて、で街中のね、あの体感温度と全然違うと思うんだよね。だからちょっとあの厚着するっていうかね、あの寒いんだ、うん、コートを持ってきて、あの何か羽織るものを持ってこないと、女性は特にもう寒くて大変だと思う。まあ、その日の天気、気温があるじゃない、最高気温とか、もうマイナス2度とかね、そういうの感覚で来ないと、想定してなんかジャンパーとか持っていくとですね、そう、そんなに冷えるんですね、うん、そのぐらい体感違うと思うよ、風は あると思うからね、と、いうことで、まあ、あと2分ですけど、何か言い足りなかったことありますか、ピッチキャッスルさん。僕のですね、まあ、母親がですね、いつ芸人辞めるんだと最近 LINE が来ましてね。 LINE ですか、これをエンディングで喋るの、まあまだまだ辞めるつもりはないと、はっきり言ったらですね、その言葉が聞きたかったと返ってきました。すごいよ、わけわからない。いいですね。まあ、分かりやすく言って、僕の母がね、ターミネーター2に出てくるサラ・コナーみたいな情緒不安定な母親ですよ、あのちょっとソバージュかかってて、ムキムキのもまあまあ根っからのヤンキー女なんで、以上です。何の告知か最後に、お前。まあ、ということでね、はい、映画祭みんなで楽しんでいきましょう。はい、はい、楽しみましょうね。はい、天気もいいみたいだし、はい、本当にみんなで楽しんで、まあ熊本のね、震災も、チャリティーもあると思いますので、はい、ちょっと、まあ、小銭なりお小遣い持って、うん、気持ちをね、またチャリティーに込めて、うん、みんなで楽しんでいきましょう。はい、それでは今日のね、高田さん、お二組さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも、さよなら。さよなら。はい、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。